サッカーファンの皆さん、お待たせしました。大勢のサポーターが押し寄せたスタジアムはサッカーにもってこいの天気に恵まれています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。グループステージのこの一戦、清水エスパルスが名古屋グランパスを迎え撃ちます。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。名古屋グランパスは J リーグ創設以来の名門チームです。低迷した時期もありますが、好調な時期は倒せないほど強くなるイメージがあります。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。キックオフです。楽しみな試合ですね。ガブリエル・シャビエル、シャビエル、エリア内滑っていた。このパスは読んでいました。素晴らしいスキルで抜いてきます。キーパー反応した。ボールを弾く。相手のマークに合っています。勝ち越したい。シュートを通さない。スローインでのリスタートとなります。視線が中にいった。さあ出すか。ガブリエル・シャビエル、これは PK です。ここでリードするチャンスですね。 PK の判定、イエローカードが出ました。PK もイエローも仕方がないですね。妥当な判定かもしれません。落ち着いてペナルティーキックを決めました。プレーで見るまでもありませんが、ゴールのど真ん中に切り込んできましたね。キーパーがどちらかに飛ぶと読んでいたんでしょう。技術より心理戦で勝利した PK です。立ち上がりの集中を欠いた前半10分、ゴールが生まれました。ヘナトア・アウグスト、前に進んでいます。これはまずい。グランパスが攻めに出ます。相手ボールになります。
パスが通りません。ナイスディフェンスです。ガブリエル・シャビエル、狙える位置です。レフェリーが今のプレーに注意を与えます。少しラフなプレーが目立ちますね。このボールはゴールキーパーが止めました。あそこは見ておきたいですね。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これはキーパーの不用意なミスが招いた失点です。こういうことをしてしまうとチームメイトに対して決まりが悪いでしょうね。この角度からも見ましょう。監督の様子ですと試合後のロッカールームは激が飛ぶ予感がします。ボールを運んでいます。ボールを奪われます。ここでインターセプト。いいパスが通った。再びボールを失いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。1対1のチャンス。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ディフェンダーを抜いた。宮野選手を狙った。点差は1点。これは分からなくなってきたのではないでしょうか。素晴らしい精度のクロスが入りましたね。頭で合わせたタイミングもバッチリです。違うアングルから見てみましょう。ここはドリブルで前に出ます。インターセプトされました。味方を使います。中央にクロスが入る。ゴールキーパーがボールを抑えた。データが示すようにあまりにもチャンスが少ないですよね。この試合を諦めていないならもっと前にボールを入れていかないとダメでしょう。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。さあカウンターを仕掛けるか。これはよく見ていた。ボールはキーパーの手の中へ。ここからどうするのか。このピンチはクリアでしのぎます。ここでボールロスト。これは絶好のチャンス。これはポストに弾かれたか。レフリーの笛が鳴って前半終了。キックオフです。後半は名古屋グランパスのキックオフで始まります。これはサイドを上がれそうです。ボールロスト。スローインで試合が再開となります。
ディフェンスが奪い返します。相手陣内でインターセプト、ガブリエル・シャビエル、ゴール入った。前線でもプレスを緩めず、チーム全体でボールに迫っていましたね。相手の隙をついた素晴らしいプレーです。プレスをかけボールを奪ったところからの組み立てが素晴らしかったですね。監督の狙い通りになったんじゃないでしょうか。別のアングルからご覧ください。監督も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。ヘナト・アウグスト、前田直樹、味方にパスを出します。いいボールが出ました。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ここはキーパーが弾き出します。いいところを見ていました。これは危ない。ディフェンダーを抜いた。危険なカウンターでしたが、ボールを取り返しました。選手が倒されたプレーはファールを取られませんでしたね。観客席にもどよめきが広がっています。クロスを活かせませんでした。おっと、裏へ出した。前のスペースを狙う。主審がペナルティースポットを指さします。これを決められると1点差に詰め寄られます。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。PK は入らない。いや、止めましたね。ゴール前に入れた。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。ここはカウンターのチャンス。レフェリーはアドバンテージを見ています。カウンターからゴールを狙いましたが、ボールをキープできません。スルーパスが味方に通りません。素晴らしい読みでインターセプトしました。キーパーと1対1。またもピンチか。キーパー止めた。危ないシュートを止めましたね。お見事です。ヘナト・アウグスト。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ゴールを狙う。ゴールだ。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。
米本拓司。福西さん、残り時間が少なくなっていく中、チームは相手を追う展開が続いていますね。はい、苦しい状況ですが、エスパルスはまだ諦めていないようですし、このまま終わることはないと思いますよ。タックルでボールがこぼれました。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。前に進んでいます。スルーパスをカットし、危機を回避しました。スローインで試合が、再開となります。両チームとも選手を交代するようです。ボールを奪った、いいタックルでした。膠着状態ですが、ここで集中を切らすと、空いているスペースが見えたか。キーパーがボールに向かう。サポーターはホームチームに声援を送っています。サポーターが諦めていない以上はチームも諦められません。力を出してほしいですね。スローインとなります。クロスを狙ってきますか。残り時間も考えると、もうあまりチャンスはありません。コーナーキックを蹴った。クリアが足りないか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。攻撃を組み立てられません。試合終了のホイッスル。前節の雪辱は果たせませんでした。チームはこれで2連敗。グループステージ突破が危ぶまれます。まずい状態ですね。いい形を作れている場面もあったんですが、フィニッシュまで持ち込む手段を欠いているような気がします。とにかくこの決定力不足を何とかしないと、グループステージで敗退ということになりかねません。